徳川斉昭が百姓さんのおかげで私らがそのご飯食べられんだよと、だから感謝をして、米を無駄にすんなという教えらしいんですよ。それが今の時代にぴったりですよね。無駄にすんなとか、その感謝しろっていうのが。面白いですよ、やっぱりね、打ち込めますからやっぱりね、無心にね。なかなかや続く人がいなくて、若い人に、作ってもらいたい、参加してもらいたいという思いです。もう20年ぐらい、やってます。まあその前は農人形というのは名前も何も分からなかったんですけども、まあ、始まりだしてね、ああこれは面白いという感じで、今も現在もやっております。よろしくお願いいたします。はい、勝村義光と申します。私は農人形を始めたのは今から5年ぐらい前からですね。で、まあ、農人形 の, その思い入れといいますか、これはやはり歴史をね、遡ると、先ほども話があったように、水戸家のね、九代藩主斉昭から来ている話で、非常に我がその茨城県の農業圏としては非常にふさわしいんじゃないのかと、この農民精神というかね、農民に対するその感謝というような気持ちが入ってますから、まあ、そういう意味では非常に始めてよかったかなということで、まあ、これからも細々ながらね、まあ、追っていきたいかなということで考えております。だいたい3年過ぎれば続くんですよね。その3年の間がなかなか、うん、早い人は3ヶ月同じようにやろうと思ったって同じように できないし、まあ個性があっていいんじゃないですか。表情が違うね、やっぱり。俺
嬉しいんだってね。まあ、しょうがないなり、同じでやれキャラクターはできるじゃないですかね。できないことはないけども、やっぱり自分なりに、ね、やっぱり。部屋が小さいから大きいのは嫌われるんですよ。だから小さいのもこう女の人にもうこれでも嫌われるのに邪魔だった。